が輩の超紳士的真っ向勝負開始。我が輩は高貴な狐、すごくて賢い、その上に優雅でとっても素敵な領民たちの憧れの的、後世に名を残すこと間違いなしの偉大な宇宙短大、最上義明である。これはそんな最上義明による波乱に飛ぶ物語である。舞い上がれ我が輩、天下への秘策。今宵のご飯はランララン、ラン二頭丸ごと、ふんふんふん。あの奥方殿を人質にして前田を東軍に組み入れる。それを手柄に我が輩は家康君に一目置かれ、奥州を頂戴する。さすが我が輩、見事で素晴らしい策。さあ誘拐されてくれたまえ松殿、我が輩の超絢爛隠密行動開始。前田の本分とは、1に待つ、2に待つ、3に待つだ。前田利家、最も大切なものを守ろう。この命をかけて。ああ我が輩よ、人目を忍びたいのにどうして気品があふれ出てしまうのだ。おーい、そこの人、前田に何か用向きか。無視無視。お前、この辺りじゃ見ないヒゲだな。そうだろう、我が輩自慢の。ああつい答えてしまった、我が輩のお人よし。我が輩は怪しくもなく名乗るほどでもない、通りすがりのとっても素敵な紳士だよ。前田の本分とは、1に家、2に武芸、3に犬千代様にござりまする。前田利家が妻松犬千代様のあるところ。松、素敵な紳士だぞ。まあご発にお目にかかりまする。松、こちらの人はな、って誰だっけ。我が輩かい。人呼んで素敵紳士。おい紳士の国から来た素敵な武将だよ。我が輩より先に逃げたら打ち込み。
まったぞ。もう飯がない。ああ、例えようもなき一大事。いざあの場所へ。飯だ。同意国の素敵紳士をもてなすぞ。はい、直ちに。捕らわれたまえ。まずかな。嫌ですわ、犬千代様ったら。紳士の国ってどんなところなんだ。毎日朝から紳士大賞に紳士比べに紳士相撲、紳士おやつに紳士宴会の紳士天国だよ。我が輩はお忍びでさすらっているのだよ。出会った人には即挨拶、お忍びの基本だね。その通りだな。改めてよろしく。我が輩に会えるとは貴公らも運がいいね。記念に署名入り色紙をくれてあげよう。まず鍋敷きもらったぞ。ありがたく頂戴いたしまする。手触りで雲行きの予知もできるのだよ。明日は我が輩の出世を祝う日本までだね。そこの茂みに蝶々が住んでるだろ。我が輩のヒゲが気に入ったようでね。ほら止まった。無邪気なアゲハにござりますれば。今日来たばかりの人に懐くなんてすごいな。素敵紳士の掟さん、人情話で隙をつくべし。さあ、怪我をした方はここでお休みくださりませ。見事に尖ったおひげ、まるで栗のイラのよう。いかにも、顔を洗うとチクッとするよ。おひげにも寝癖はつくのでござりまするか。いかにも、うつ伏せに寝るとペタッとなるよ。しっかり身代わりになりたまえよ。もがき、もしかして香水つけてる？やっぱりヒゲがあると暗闇でも歩けるのかな。犬千代様、ヒゲと触覚がごっちゃになっておりますれば。おや、我が輩の武勇伝を聞きたそうな顔だね。うちの子、ヒゲが蝶々の霊見たって。怖え。ヒゲが蝶々、ある意味怖え。ところで紳士ってなんだ。偉いのか。いかにも、紳士は偉くて優雅。ピーンと尖ったヒゲが紳士への第一歩さ。それがしもヒゲ伸ばしてみようかな。伸ばさないでいる理由が全くないね。時間と善意をばらまいて頑張りたまえよ。最近うちの領内
出るんだって。夜中に茂みから声が聞こえたって、怖え。随所の鶴はバレなかったよ。トシエ君、飛行らを遠く。前田の本部は一にいます。二に無下、三に犬千代様にござりまする。犬千代様、ごっちゃになっておりますれば。な、いきなり何ぞ。あの夫婦はすっかり我が輩大好き。直接東軍に誘っても問題ないと見たよ。今なら漏れなく東軍の副将だよ。副将？我が輩に決まってるじゃないか。それがしは東軍にも西軍にも入らない。前田は中立を貫く誓いを立てた。素晴らしい、超紳士特別待遇だよ。前田は人を虐げる戦には加担いたしませぬ。東軍に入れば漏れなく得点満載。さらに今なら手間賃は我が輩が負担。え？おまけか。犬千代様、おまけに引かれてはなりませぬ。東軍の得点は1に米、2に野菜、3に我が輩。なんと、なんと。それがし、つぼを疲れた。3の素敵な我が輩に夢中なのだね。お米のお野菜とは一大事にございまする。紳士の香りを嗅ぎたまえ。まったくもっていい香りだね。不可能がなさすぎるのが目下の悩みだね。実はさっき草履の鼻緒が消えてしまってね。素敵紳士に憧れるならこれをくれてあげよう。我が輩一押しの超上品鋭利つけひげだよ。うわ、やったぞ。まず正真正銘の素敵紳士ですよ、犬千代様。湯気が待ち遠しくてたまらないよ。奥方殿の煮しめは大変美味しいからね。ありがたきお言葉にござりまする。ですが何故松目の献立をご存知で。きっとうますぎて噂になってるんだな。お野菜を送ったら喜んでくれるかしら。我が輩には知恵がある。天は二物をなんとやら。知ったされたら立ちすくむ自信がある。諸君、しっかり身代わりになりたまえよ。
我が